ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、T 検定について解説していきたいと思います。はい、今回の T 検定なんですけど、流れとしては使用するライブラリの話をして、対応なしデータの T 検定、次に対応ありデータの T 検定について解説していきます。はい、ちなみに T 検定何って方がいたら、以前にデータサイエンスで使う統計学の部分で T 検定について解説しているので、ぜひ見てみてください。また、今回実装した内容っていうのは、実際にその記事、自分が書いてるサイトの記事でも書いてあるので、よかったら見てみてください。はい、今回使用するライブラリは DPLIR、これだけになります。はい、じゃあ実際に対応なしデータの、T 検定なんですけど、まずデータを作成します。データが対応なしのバージョンですね。要はサイト A、サイト B を別々に作ると。でそれぞれ1万、平均が1万のと、平均が9900。だから平均に違いがあるんですね。で、これ、サイト A、サイト B として、それぞれデータフレームに入れて、見てみると、データを見るのと、あとは平均を計算すると、こんな感じになります。実行結果ですね、もう。これがデータへのヘッド。要は上から6つ取ったやつ。それぞれ、要はサイト、どれぐらい見たか、みたいな感じですね。で、それぞれのサイト A、サイト B の平均がこんな感じになっています。で、この、対応なし T 検定の目的っていうのは、ここの平均に違いがあるかどうか。平均に違いがない。つまり、サイト A の平均イコールサイト B って仮定するのが、帰無仮説です。で、それを、要は棄却できるかどうかっていうのが、これからやる T 検定になります。で、これの下に T 検定が2つあるんですけど、等分散を仮定しない T 検定と、等分散を仮定する T 検定があって、等分散を仮定する T 検定を使う場合は、一応その等分散性の仮説検定もやります。で、これについては、その実際の T 検定の動画で解説してないので、一応補足としてちょっとつけるぐらいにしておきます。はい、じゃあ実際に T 検定実行していくんですけど、まずこれ、仮定しない場合ですね。等分散性を仮定しない場合は、t.test のサイト A、サイト B と、ここが bar.=false。で、要はこの部分ですね。等分散性を仮定しないって考えてるの。で、等分散性を仮定する場合は、ここ、bar==true になります。で、実際この部分を実行してみると、下、この結果になります。で、これで、ウェルチ2サンプル t テスト。要は、ウェルチの2標本の t 検定っていうのがわかるんですけど、これですね。t 値とか、自由度、p 値とか出ます。で、この p 値かなり低いので、大体、どのパーセント設定しても多分、仮説を棄却できると思います。あとは、対立仮説だったり、95% 信頼区間だったり、それぞれの平均の値とかが出たりします。はい、じゃあ実際に等分散性を仮定する場合なんですけど、これ一気にやります。要は仮定する t 検定と、そのまま bar.test ですね。要は等分散性の検定をやります。で、実際のこの t テスト、これですね。もうほとんど同じような結果が出ます。同じような結果っていうか、見方は大体一緒です。p 値とか。で、次にこの bar テストなんですけど、これに関しては、帰無仮説はイコールです。それぞれの要は分散が等しいっていう帰無仮説を立てて、で、これ、p 値見てみると、棄却できないんですね。要は 5% でも 1% でもそうですけど、これ棄却できないと。だから、等分散性であることを棄却できない。要は等分散性であるとは言えないけど、等分散性でないとは言えないよねっていう結果になります。ですので、別にこの検定を使っても今回は大丈夫だなということがわかります。実際に、設定では分散を等しくしているので、等分散性は成り立つと思います。データ作るときですね。それぞれの分散を等しくしました。はい、じゃあ次に、対応ありの場合のデータの T 検定なんですけど、対応ありのデータの作成はこんな感じですね。ランダム種決定して、中間テストみたいな点数決めて、50点、平均50で、ばらつき10ぐらいの、標準偏差10のものから50個。発生させたのを中間テストとして、で、その中間テストにプラスして、平均10点ぐらいのものを、ランダムに足したものを期末テストにしました。これで、対応があるデータを作れたんじゃないかなっていう感じです。で、それを、データフレームにして、それぞれヘッドと、データの確認と平均をそれぞれ見たのがこちらになります。これで、中間テストと期末テストは中間からちょっと上がったのかな。ランダム平均10として上がったのかなっていうのがわかります。で、それぞれのこの平均があって、これが等しいのかどうかっていうのをその棄却できるのかどうか、要は T 検定をやっていきます。で、ちなみに対応ありの場合の T 検定に関しては、ここのペアードイコール true を入れるだけです。要は T 検定って言われたら全部 t.test なんですよ。で、それぞれのデータ入れて、ここに要は対応ありなしだったらペアードイコール true か false みたいな、別に false の場合は入れなくていいんですけど、とか、あとはその対応なしデータでも等分散性があるのかないのかによって、そのvarドットイコールイコール true なのか false なのかみたいな感じで全部、要は t ノートテストで t 検定をすることができます。はい、実際これ t 検定やったのを見てみるとこんな感じですね。もうかなり p 値やばいですね。もうこの e の -10 っていうのはこれ3点いくつかける 10e の、要は10のマイナス10乗って意味です。要は 0.000 の0が10個あるみたいな。だからこれめっちゃ小さい値になってるんですね。で、もう見方は全部一緒なんですけど、要はこれで対応ありデータの t 検定ができます。はい、最後まとめなんですけど、t 検定、対応なしであろうが、対応ありであろうが、対応なしの等分算性であろうがなかろうが、結局 t.test のそれぞれのデータを入れればできることが分かりました。で、ちなみに等分算性かどうかに関しては、bar.== true か false であって、で、対応ありかなしかの場合は、paired= true か false であるみたいな感じでした。はい、いかがだったでしょうか ?t 検定について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。